今年はようわからんね。梅雨入りは早かったけど全然雨が降らない。今日はね、甲賀土山のサービスエリアに来てますね。まあ土山といえば信楽が近いんでタヌキの里なんですよ。今日はね、このカメラで OM2 ですね、オリンパスの OM2 で撮ってみようと思います。この辺にタヌキを模した雪だるまが置いてあるんですが、夏はそれもなくということかな。まあちなみにメインのフリー Wi-Fi を利用するんですね。どんなところでフリー Wi-Fi を利用させてもらおう。バイクチャンネルの動画をアップロード中です。結構たくさん動画を出してるからね、とても自分の Wi-Fi ではパケットが足ります。はい、そんなわけで中年オタッキーです。今日も Vlog スタートになりましたが、果たしていつまで続くやら。で、今日はね、以前もね、先週、フィルムね、撮影済みのフィルムを持って帰るのを忘れて現像できなくて、まあ、一週間順延になりましたが、こいつの紹介ですね。これね、ミノルタ A っていうカメラになりますね。これも本当に面白い形をしているね、もうものすごく古いカメラになります。このカメラの紹介になってまいります。それでは動画スタート。はい、今回紹介するこのミノルタ A なんですけどもね、ちゃんとした紹介をしているサイトには巡り合いませんで、また個人のブログになるんですけど、どうやら1955年ぐらいに作られたカメラみたいですね。で、レンズはね、ロッコールのね、45mmF3.5 っていうレンズがついてます。ちょっと分解したわけではないし、資料がないんでわからないんですけども、まあ多分テッサーかなんかのコピーなんじゃないかなと思うんですけどね、絞りの位置は結構前の方についてるのかな。あ、後ろだね。やっぱテッサーコピーになるんじゃないか。エルマーじゃないね。テッサーコピーになると思いますね。で、45mm の開放F 値が 3.5 っていうね。
レンズがついてます。これですね。で、シャッターがね、いろいろね、バージョンがありまして、まあ、いろいろというか2種類なんですけど、高難フリッカー製のシャッターと、シチズン MX シャッターの2種類あるみたいです。で、僕が持ってるこのミノルタ A はね、シャッター速度が200分の1がマックスの、高難フリッカー製になるみたいですね。で、これ、シンクロがね、X と M と切り替えスイッチが入ったら相当レアになるということですが、僕のは残念ながら、切り替えスイッチはないですね。どこにもないです。で、20像ガッチ式、こんな形、こんな式、みなりですけど、20像ガッチ式のレンジファインダーカメラになりまして、まあ、ファインダーはね、これね、まあ、ちょっと状態が、こいつは状態が悪いんですけど、そこそこクリアになるんじゃないかな。倍率で言うたら、だいたい 0.8 倍ぐらいになるんじゃないかなと思うけど、ちょっとちっちゃいかな。いや、0.7 倍ぐらいかな。うん。で、特徴としては、とにかく、まあ、古いんで、いろいろと面白い部分がありますね。まあ、レイアウトはね、結構標準的なんですけど、この時代は大体ね、このシャッター速度がこっちについてること、レンズの方についてることが多いんですが、こいつはここにダイヤルがね、ついてるんですね。これで調整します。で、こんだけね、金属してるのにね、このシャッター速度ダイヤルだけはね、なぜかプラスチック製です。ピント合うかな？これね、この黒いやつね、これが、樹脂でできておりますね。この時代、1955年にプラスチックでこういう部品を作るのは結構珍しいんじゃないかなと思うけどね。なんでこれがプラスチックになったのかよくわかりませんが。でね、裏を開けますと、取れます。これ極めて珍しいね。これが外れるっていうのはね。でね、この当時のね、フィルム厚板はね、なんかいろいろ試行錯誤を繰り返してみて、ね、これね、イボイボがついてますよね。これ面白いですね。カメラの吉野っていうね、鍛冶屋町、電外前、か、電、なんて書いてるんだこれ。どうやらね、鹿児島ぐらいから来たっていう話だったのかな。ちょっとはっきりはわかんないんですけどね。で、まあ、裏はこんな感じになります。スプールはね、樹脂でできておりますね。これプラスチックですね。明らかにプラスチック。このぐらいの年代のプラスチックってね、どうなのかなと思うけど、結構しっかりしてます。で、スプロケットもプラスチックでできてますね。結構プラスチック、1955年製、昭和30年製のカメラにしては、まあまあプラスチックを多用してあるカメラだと思います。で、シャッター幕はね、後ろからバーンと見えてます、これね。まあちょっとね、オリンパス、ペンと似たような感じの、位置に配置されているシャッター幕ですね。まあ他は全部金属でできてまして、比較的ずっしり重いです。で、以前の動画でも言いましたけどもね、ストラップをかけるとこはないんですね。で、ストラップ、やっぱストラップをつけてないと落っことすことが多いということで、僕はね、このキャノンデミ用のね、ストラップをちょっとデミから拝借してね、つけてますけど、何らかの対策が必要になってくると思いますね。で、絞りがね、最小絞りが、22か。で、開放が 3.5 ということなんですけども、この、これがピント合わせでヘリコイドですけど、この前玉のところね、この銀の縁のところ、一番前のね、銀の縁、これを回してね、絞りを調整、ちょっとやりにくいですね。ピントを合わせてるとね、絞りのね、その表記がどんどん変わっていくんで、前玉回転式のね、一番前に絞りがついてるっていうね、でも絞りのね、羽の位置は結構後ろの方なんで、これややこしい配置をしてますね。変わった構造になってます。で、まあ、レンズの方はというとね、まあ、映りが秀逸なミノルタのレンズですが、果たしてね、昭和30年のミノルタの 35mm カメラのレンズはどうだったんでしょうかね。ここからはね、作例になっていくんですけども、今回撮影に使ったフィルムが、なんだっけ。アリスタエデューウルトラ200っていう200のフィルムになるんですね。で、200のフィルムを使って、このシャッター速度が遅いカメラ、どうかなっていうことなんですけど、はい、これイエローフィルターね。今回はね、全部このイエローフィルターを使って撮影しました。実は僕ね、イエローフィルター使うの初めてなんですけど、
で、まあ、イエローフィルターをつけるとね、1段シャッター速度が落ちる、1段絞った状態になるということで、ちょうど ISO100 で撮るような状態になるんじゃないかな、ちょうどいいんじゃないかなと思ってね、作例を撮ってきました、そんな感じですね。ここからはその作例の紹介になってまいります。はい、作例になっていきますが、今回ね、ちょっと露出がね、ややオーバー気味になってるんで、イエローフィルターをつけると通常はね、コントラストが上がるんですけども、全体的に露出オーバー気味になっておりますね。で、まあ中間色的な、まあフィルムはね、アリスタエディウということで、結構ハイコントラストに出る。さらにイエローフィルターでね、コントラスト高く出るんでしょうけど、微妙に、露出が飛んでるんでね、中間色的な写真が多くなっております。レンズの解像度的にはね、非常に素晴らしいものになっておるんですが、多分ね、シャッター速度がバネが弱ってるかなんかでね、遅くなってるんだと思いますね。で、写りはね、非常に良いものになってると思うんです。多分ですけど、これちょっと光のない写真になりますが、ただ露出がね、ややオーバー気味ということで、微妙な写真ばかりになってしまいましたね。やはりね、1955年製ということで、ほとんど何のと、そのメンテナンスとかもされてないと思いますんでね、そこはちょっとね、難しいとこだったと思いますが、まあ、カラーネガだったら、もしかしたらね、いい写りのする、このイエローフィルター外したらね、イエローフィルターつけたままだったら全部黄色く映っちゃうんでね、カラーネガはね、比較的露出オーバーに強いんでね、一遍カラーネガで撮るっていう手もありますが、まあ、カラーネガで撮りたいカメラがたくさんあってね、まだ困ったとこですね、これもね。でね、ちょっとね、言い足すとこなんですけど、フィルムカウンターね、フィルムカウンターこれそこになるんですよ。で、そこになるんですけど、これ自動復帰しません。だからね、フィルムを装填したら、このね、手でね、ゼロカウンターに合わせないといけない。それを忘れていると何枚撮ったかわからなくなります。このカメラとね、非常にね、面白い形状でね、どちらかというとね、まあ、写りもね、多分いいんでしょうけどね、今回はちょっと失敗に近いような状況になってますけど、まあ、見た目を楽しむカメラであるのはもう間違いないと思いますね。特に面白い構造とかはないんですけど、もうとにかく見た目が面白いです。ね、これね、もうね、だるまっていうね、そのニックネームがついているんですけど、僕的には芋って感じですかね、さつまいも。芋って感じのイメージがするんですけどね。ただ、ホールド性は非常に悪いです。持ちにくいですね。だから、落っことすのに注意です。必ずね、何かしらのね、転落対策をね、やって撮った方がいいと思いますね。本当に見た目はすごく面白いんでね、注目されるカメラではあると思います。こんな見た目のくせにしっかりね、距離計連動式のレンジファインダーカメラということで、まあそこはね、本格的なね、カメラであったということですね。で、なんかアメリカのね、雑誌ではね、そのライカの方がそれいいだろうけど、この値段だったら絶対この方カメラがいいっていう、評判ではあったようです。はい、今日のカメラ紹介はこんな感じになっていきますね。でここからはね、作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今日のトップバッターはポンポコさんから2枚ですね。これ2枚組になりますね。私同様、機材貧乏まっしぐらなオタッキー様、こんばんは。機材貧乏の方、結構このチャンネルの視聴者多いと思いますけど、コンタックス 2A 使いたかったので、ちょっと撮影に行ってきました。2枚組です。タイトル、かつてのライバル店。レンズはヘリオス103です。このお店は道路を隔てて隣り合っています。かつてはお客さんの奪い合いをしてたんでしょうね、っていう写真なんですけども、これはね、ちょっと寂しい組写真になりますね。どちらもね、カメラ店なんですけどもね、どちらも閉店しているんですね。もうね、カメラ店、写真店のね、閉店がもう続々と続いておるんですけどもね、今度ね、鳴門市のね、経済対策でね、商品券が出てね、その中にね、カメラ店がどうやらね、2店舗入ってたんで、その商品券持って今度行ってみようと思いますけど、果たして商品券で買い物できる額かどうかはわからないですけどね、これね、ちょっと寂しい組写真ということでね、まあ、ポンポコさんありがとうございます。次はね、883の投稿ですね。
いつもご紹介ありがとうございます。やっとフィルムを撮り終えたので投稿いたします。カメラミノルタ SRT101、レンズオートロッコール PF58mmF1.4、 フィルムコダックの200です。デジタルと違いフィルムはもったいなくてなかなかシャッターを押せませんね。北村の店長曰く100年プリントなのでずっと残りますよということなので、ここぞという時はフィルムで行こうと思います。下手くそな写真ですがよろしくお願いしますということなんですけど、全然いいですよね。これね、ロッコールのね、色とコダックらしい色は結構出てますね。ハイオックをね、一枚目捉えておりますけど、二枚目の方はね、雲間から差す光、これ完全逆光ですけど、ロッコールのオールドレンズですけど、変なゴーストとかは出てないですね。いい写りになってます。一枚目が、かつて栄えた遊郭の痕跡。二枚目が記念すべきフィルム一眼初ショット。一眼初ショットがこれだったんですね。二枚目だったんですね。でね、100年プリントということで、いつも言っておりますがね、銀塩で撮ってプリントすると100年残ります。まあ、100年と言わずね、保存状態によって300年も400年も残ると思いますけど、まあ、デジタル写真ではこうはいかないだと。いうわけでね、山の銀塩写真、フィルム写真をね、どんどん推進していこうと思っておりますね。はい、88さん、ありがとうございました。こちらの世界にようこそいらっしゃいましたということですね。で、次がね、ムートンさんの作品2枚ですね。中年オタッキーさん、こんにちは。先日、徳島を訪れた時の写真を投稿させていただきます。初めての徳島でしたが、コロナ禍ということもあり、大手を振っては楽しめませんでしたが、徳島ラーメンを食べたり、たらいうどんを食べたり、良い思い出となりました。写真は宿泊したホテルの前のヨットハーバーにて撮影しました。カメラは初代ニコンピカイチ。フィルムはロモグラフィーカラーネガティブ100です。2枚の組写真で題名はヨットハーバーをお散歩。1枚は朝の散歩時に、もう1枚夕方の散歩時に撮影しました。よろしくお願いしますということなんですけどね、この作品2枚なんですけどね、以前ね、ニコンのね、コンパクトカメラで、同じとこで私も写真を撮っております。ヨットハーバーですね。これピカイチのね、写りなんですけど、こちらはね、そのレンズの周差とか、もうなんか綺麗に写っておりますね。2枚目の方にね、若干ね、二次状のゴースト若干出ておりますが、これはすごく雰囲気のある写真になっておりますね。はい、ムートンさんありがとうございます。次がね、ケンちゃんさんの、投稿ですね。作品等が、ケンちゃんさん二人いるんだ。全く同じ名前で二人いるんだ、多分。作品等がです。タイトル画面ありがとうございます。あ、違うわ、一緒だ。組写真です。お題は着陸です。ケンちゃんさん二つ、アカウントがあるんですね。お題は着陸です。平成20年の千里川の土手で撮影しました。カメラは F4S か F100、どっちかわからないところですね。レンズは AF1735F2.8 だと思います。フィルムはプロビア 100F ですということですね。よろしくお願いしますということなんですけどもね。作品なんですけども、これ見事なマゼンダ。これ非常にいい写りになってますね。1枚目。2枚目はね、連続で撮ったということでしょうね。おそらくは連続シャッターなんでしょうけど。これ素晴らしい写りということでね。またしてもタイトル画面ゲットですね。1枚目の方を、次回からタイトル画面に採用させていただきます。ケンちゃんさんありがとうございます。次が 1,2,3,4 これで終わりか。今日はこれでおしまいということですね。じゃあ次はね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日はね、シャッター音の投稿だけになりますね。ヒデさんです。先日は紹介ありがとうございました。私はもともとニコン派だったので、一時 F から F6 までありましたが、今は F、F2、F3 のみ、その中で好きな音は F2 です。まるで高校球児が金属バットでホームランを打ったような残響があります。よろしくお願いしますということなんですけどね。
この音なんですけど、実はあんまりよろしくないんですね。実は僕の F2 も同じ音がするんですけど、このね、F2 はね、残響音が出るということは、中のね、その残響音を抑えるモルトが加水分解してね、劣化しているっていうことらしいです。でね、この音が出るともうオーバーホールの時期らしいですね。僕のね、F2 もオーバーホールしなきゃいけないんですけど、先立つものがありません。で、支払いでね、やばい、支払いやばいやばいって言ってるぐらいなんでね。でね、ヒデさんさんもね、そろそろオーバーホールをした方がいいかもしれないです。ちなみにね、その加水分解したモルトがね、サビを呼ぶらしいので、できれば早い方がいいという評判を聞いたことがあります。僕もちょっと焦っております。お金ないんですけどね。そんなわけでね、今日の動画はここまでになります。最近ちょっと投稿がやや減りつつあります。特にね、作品投稿のコーナーは順調に来ておるんですけどもね、俺のカメラとやったやっちまったのコーナーとかの作品投稿のコーナーが、減っておりますので、また、俺こそはってね、私こそはというのがありましたらね、作品の投稿お願いします。でね、バイクチャンネルの方なんですけどね、再生回数がどんどん減っていっております。まあちょっとね、分かってたんですけど、バイクってね、ものすごくニッチな世界なんでね、まあ流行らないかなとは思ってたんですけどね、どんどんね、再生回数が減って、チャンネル登録者も減り始めましたんで、ちょっとモチベーションが下がっておりますので、もしね、バイクが好きな方、バイクに興味がある方でもいいですけどもね、中年オタッキーの単車で GO って検索して、バイクチャンネルの方に飛んでいただければと思います。以前はね、そのパートナーシッププログラムっていうのに申し込んだらね、 YouTube がね、応援をしてくれたんですよね。おすすめにあげてね、それがね、現在なくなってしまったということでね、ちょっとね、ショックを隠しきれない状態で、これはチャンネル登録増えないなということで、だんだん減っていってるような状況になっておりますので、もしもよろしかったら応援よろしくお願いします。はい、今日の動画はこんな感じです。いかがだったでしょうか。次回の動画はね、ミノルタ XE でね、撮影してきた、モノクロ写真を紹介していくことになると思いますけど、かなりいい写りしました。やっぱミノルタのレンズいいですね。ミノルタ付いておりますが、他のカメラでも一応撮ってるんですけど、たまたまミノルタ付いてる感じかな。で、ここまでで、今日は終わりです。高評価コメントの方どしどしよろしくお願いします。コメントちょっとね、またぶっちぎられちゃいましたけど、頑張ってコメント返信していきますので、よろしくお願いします。あとね、高評価の方はね、もうポチッと押すだけなんでね、ぜひぜひお願いしますね。で、チャンネル登録の方はですね、バイクチャンネルと違ってカメラチャンネルの方では、まあ、ぼちぼち増えていっておりますが、まだ5000名にね、チャンネル登録到達しましたらね、何らかのカメラをプレゼンでしていこうと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、今日の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。